中心であるトキワスイミングスクールの省エネを紹介します。こちらは北九州市で唯一の子ども専用スイミングスクール。年齢や技能レベルに合わせたレッスンが用意されており、子どもたちの健康だけではなく心を育むサポートも行っています。今回の省エネキーワードは理にかなった環境づくり。このキーワードが省エネとどう関係あるんでしょうか。早速お話伺います。こんにちは。達人の塩津さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回の達人は主任コーチの塩津正幸さんです。外は寒いですけど、こちら室温かなり暖かいですね。そうですね、はい、我々スタッフが環境づくりを、一丸となってしてます。でもですね、達人、環境づくりと省エネを両立っていうのは難しくないですか。そうですね、その矛盾しているようなところあるんですけれども、やはりその我々がいろいろ工夫してできることはたくさんあります。室内プールの水の温めや暖房には2台の灯油ボイラーを使用。しかし温水をプールへと循環させる電動ポンプ、温風を室内へ送る電動ファンの稼働により大量の電気を消費してしまいます。ボイラーやポンプなどの稼働時間を短くするため、前日のレッスン終了後にブルーシートをかけて水温の低下を極力抑えるといった工夫をしています。プールの温度を上げるのに、はい、1度上げるんですね、はい、だいたい1時間ぐらいかかるんです。そうですか、はい、だからプールにブルーシートをかけて温度が下がらないようにされてたんですね。暖房は温風が直接当たるように下向きにし、使うコースやレッスン内容に応じて稼働台数を調整。午前中のレッスンで使うのは2コースのみ。すぐそばの暖房だけを稼働させます。夜7時からの上級者のレッスンでは暖房を止めてしまいます。今こうやって子どもたちがプールで泳いでるんですけど、大丈夫ですか。ですね、今選手コースという時間帯でして、はい、練習量がものすごく多いです、はいはい、で暖房つけてたら暑いぐらいありますので、今ちょっと止めてるような状態ですね、はい、さらにプールの水温に関しても省エネの工夫が。水温はですね、はい、朝一気に上げてます、はい、1時間程度上げまして、もうそれで止めてるような感じですね。あ、そうなんですか、はい、ちょっと一回触ってみてください。あ、いいですか。あ、朝と夜とでは水温が1度しか変わらず、時間を追うごとに運動量の多いクラスを組むことができたため、水温を上げる必要がないのです。達人やスタッフはレッスン内容とプールの状況を見極め、理にかなった環境づくりと省エネを行っています。安心して子どもたちが通える環境を整える。達人やスタッフの皆さんは水泳指導のプロだけでなく、環境づくりのプロでもありました。省エネの達人は、電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。